マイクラ本当に危険な都市伝説モブ参戦。その1、ロングレッグスティーブ。見た目は顔がなくなり、足が長くなったスティーブのようなモブで、マイクラの世界にワールドを壊すような、ある装置を作ることで、AI を騙すとプレイヤーの前に現れる。さらに、プレイヤーに襲いかかり、現実のパソコンが壊されてしまうという。ちなみに僕のパソコンは、高評価を押すと壊されないよー。しないと、突然パソコンやスイッチがつかなくなる。めっちゃ焦るやつね。その2、アバドンドガスト。見た目はガストの姿だけど、黒く丸い目の顔で、もしも出会ったら、絶対に逃げないといけないと言われるモブ。周りから大量のマグマや、想像もできない怪奇現象を起こし、プレイヤーにゆっくり近づいてくる。そして、アバドンドとは、海外では邪悪という意味があり、その名前が付けられてるってことは、その3、スキビティトイレ。見た目はトイレの中に男性の顔が入った、異常すぎる見た目で、謎の歌を歌いながらプレイヤーの姿を変えるというが、あまりにも危険だけど、こいつは、都市伝説ではないか？マイクラ都市伝説が好きな人は高評価、チャンネル登録してね。本当に危険な都市伝説は、